我有一條問題，我想問下，即係如果誒、呃，即係小池老師，即係本身有教書啦，即係如果俾你去去諗誒點樣去教學生嘅話，嚇、啊、你係會想用咩方法？係好似一般學院嘅分門別類嘅做法啦，定係話有另一種好好即係融和晒嘅做法啦，定係話誒帶去大自然啦，<laughs> 好似佢細個睇好多。 好きな人間好好きな人間でれ僕の場合は <coughs>、もっともっと多分哲学的だと思います。だから、自分の考え方を話しする。あと一つは、みんなに作らせたら、作らせながら、どん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 ヒントをあげる。ヒントというのは、 こうやれではなくてやり方はこんなやり方がいくつもあるよということをいろいろ示していくんですよ。いろいろ示していくとその中から勝手に選択したりあるいはそうじゃない方がいいよっていう人も出てくる。うん、だからあくまでもその自分僕はその生き方さえ教えられればいいと思っているので、うん、ど,うどう生きてあの別に技術的なのはねやってりゃうまくなっていくので,でそれよりは。 あ、思想的な方がよっぽど大事だと思っているので、思想的なところを。まず話をし、あとはできるだけヒントを与えるようにしています。うん、まあ、例えば、何かやりたいって言われたときに。なぜ、それをやりたいのか。それをやりたいのかっていうところから始まって、どん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 深くまでいくんですよ。大抵、詰まるんですね。詰まっていくっていうのがすごく大事で、そうすると、その次を。 また自分で見つけようとしていくとそういうことがとても大事かなと思っていながらやってきてますね。はい、ね。も毛ね、你都係老,老,老師嚟㗎嘛、<laughs> 你一定有咗呢啲問題㗎、係はい。學生。えー <laughs> <laughs>、uh,。今日は私のアプローチ實同じです。私の教即係雖然我教書應該係冇教年嘅、も我開頭年係好。 誒、uh, struggle 咧係究竟我俾唔俾個答案佢咧？咁、mm. 我俾答案佢，究竟我要俾幾多咧？咁然之後一路一路教落去呢幾年，咁我就發現其實係誒、呃、我都係 prefer 係俾個 hints 佢多啲，誒同埋我都盡量尊重翻佢自己嘅嗰個創作咯。咁同埋都真係誒。呃 keep 住問問題咯，<noise> 即係譬如佢就算係攞一幅 reference 嚟，咁我都會問啊，點解你要揀呢張？呢一個圖畫入面有乜嘢吸引到你？點解？點解咁樣樣？咁誒，似乎呢個 approach 係誒會啟發到佢哋多啲，即係對大部分嘅學生。あのま やり続けてりゃうまくなるので、うん、でもまあ特に本は読ませるようにする、うん、で本は読ませるようにするというのはこっちがあんまり強制的にっていうよりは、うん、もちろん推薦もするんだけれどもやはりその自分たちがまず興味を示してなおかつあの,あのなんだあんまりなんかテクニック的に。 僕に近くないいもののっていうのも大事抵ね教師でいつも違うなって思うのがみんな自分に近い人が好きなんですよ教師も。うんうん、でも自分に近いのをや,られやったってしょうがなくて学生はね、うんうん、いかにして自分が自分を発見していくか、うん、っていうことの方が大事だと思うので、うんまあ、そのような方法をね取ってもらいたいなといつも思ってるんですけどね。うん 我就唔係 full time 咯，我係 part time 教啦，但係都都我認同兩位所講嘅嘢嘅，誒、呃、誒、呃，我覺得係要教佢咩又唔係要教嘅，我覺得係要令佢知道咧，唔好放棄同別人溝通，因為溝通係好重要。即係如果你想你嘅 work 要人哋知道，或者你同另外一個。 譬如我教一啲係 designer 嘅學 design 嘅學生咁，點樣同導演去溝通，或者到其他崗位溝通係好重要，所以係我覺得好重要嘅。佢要相信要有溝通呢一樣嘢，嗯、即係唔好以為要所有嘅嘢你自己諗嘅嘢得㗎啦。你點樣將自己嘅諗嘅嘢去去去同人講？同埋有一個好特別嘅經驗，就係曾經教過一啲都係 t e c h n i c a l arts 嘅、嗯、學生咁。我喺堂上面講智山修斯」咁樣樣講講下嘅時候，我發覺佢喺度玩手機喎，跟住做咩呢？ 啊！原來佢唔係玩緊手機，佢係 search 緊嗰套片係，因為我冇我係播啲播啲相，佢佢真係播，就想睇個片段。咁其實你我諗到一樣嘢就係話，誒、哎，其實我覺得下一代都有救喎、啊。如果佢哋仍然保持個好奇心，即係如果你知啦，而家好多嘢都俾晒，頭想講，俾晒並唔俾答案，俾晒答案你冇氣氣好奇心去追求一啲嘢，或者係探索一啲嘢唔得嘅。咁我覺得誒。呃 學點樣令到佢哋 push 到佢我哋，或者係令 move 到佢哋嘅學習咧，就係要引領或者係帶領或者係燃起佢嘅火好奇心，我覺得好重要。嗯，我我都同意。嗯。係。嗯。自分のフォロワー作ってもしょうがないので、うん。でい我我話好同意誒，即係小喬老師講，就係技術其實係某個程度係學生自己會學嘅，如果佢有興趣，同埋技術係。 一路變化緊，即係一路推進。我哋唔係教佢哋，係反而係係誒同學生一齊去諗嘢，去思考。咁所以如果我教書，我係我係同學生，我而家唔係嚟教你嚇，嗯、我最多係俾一啲方向，有啲可能性嚇。嗯、聽完你講之後，就住你諗嘅嘢，我俾多一啲方向你，嗯、即係啲 feedback。咁我我話我我教唔到你，因為你哋年輕嘅。 二十幾歲嘅腦袋係好值錢嘅，係好珍貴嘅。我我已經唔係佢哋嗰啲諗法嘅啦，嚇咁所以我只係能夠俾一啲可能性佢繼續去諗，啊咁咁我主要係咁樣，即係我所以我唔覺得係教緊書嘅，係係一齊思考嘅。そうあってほしいけどね。っていうの n やっぱりね若いんだけど、じいさん、ばあさんみたいなのがいっぱいいるので、都係嘅，都係嘅，咁又係。 嗯，喺呢個時候咧就啊，講翻清楚先，就係、是、我哋呢個討論啊，或者之前所講嘅小説老師嘅 workshop 啊，都係 under 一個計劃，嗯、一個超現實主義嘅計劃。咁、嗯嗯、啊，都好超現實地咧，我就喺呢個時候咧接收到一個啊家庭觀眾嘅來信，係啦 <laughs>，咁啊想問呢佢問題嘅，咁就啊。 其中一個問題都其實咧，都講咗㗎啦。係，頭先講咗啲。其中一個問題就點培養藝年輕嘅藝術家，頭先都講咗啦。講咗啦，係咪<吧>？好啦，咁不如我哋問下第二個問題啦，就係、是、誒、呃，你哋同小池老師有通電嘅地方。我好通道啊，即、就、係、是、我講佢嗰個諗法就係唔好分門別類，所有嘢係一齊去做。咁我非常之同意啊，同埋誒。嗯 同埋係誒，即係嗰種一齊去思考、問答、去去去討論嗰種方法，我係覺得係誒、呃，我都係咁諗咯。其實其實我都係咁諗。咁我亦都好難得，即、就、係、是、見到即係好好開心喺工作坊見到好多即係、就是、小池老師嘅作品係係誒，縱使、呃、我唔識日文，但我睇個錄像。 我大概知道係做緊啲咩嘢，而係係誒喺個用個空間啊，或者講故事啊，各樣嘢嗰個整合係誒、呃，我係我係好好即係接收到啊一啲內容嘅嚇、啊，縱使我我我唔識人係咯，咁 <laughs> 所以嗰樣嘢係係係我覺得係接通到嘅啲嘢係。 嗰個係無邊際，無邊際。咁 <noise> 我有兩兩兩點嘅，咁第一點咧就係誒誒，聲聲嘅作品咧係好多都係冇語言嘅，咁其實已經係一個好強，唔係淨係同我係同觀眾之間嘅一個好強，即係。 诶、uh, break 咗嗰個語言嘅界限嘅一个 work 嚟㗎啦，我觉得。咁诶，uh, 所以呢个系最 work 嘅诶诶作品或者系一一个方法咁样样，咁第二样咧就系、是、诶、uh, 我系好认同老师喺 workshop 上面讲即系同同学讲话要 keep，即系要有自己嗰個 origin。咁诶、mm。Hmm. 因為我除咗即係有做過誒、呃，即係 set and costume 舞台嘅 design 之外咧，即係其實都會有做誒、呃、一啲 commercial 嘅廣告啊咁樣樣。咁所以我覺得唔單止係即係學生，係成其實係成個香港而家都係缺乏咗一個 origin，即係譬如廣告咁樣去到開會，大家攞出嚟嘅參考就係其他國家嘅嘢咁。嗯

えとねああいうふうなコンピレーション的なものにすると言葉のところは結構省いてる可能性があまあ最近のやつはそうですね省いてるんですよね。というのはあんまり言葉のやり取りってそんなビジュアル的に面白いわけではないところの方が多いので省いてる傾向はあります。でもまあこの間も言いましたけど身体が強いと言葉の壁って越えていくんですよ。 これがすごく強いので、うん。はい、っていうのが1点です。で、2番目に関しては全くその通りだと思いますね。やっぱり僕ら特にあのま前も言いましたけど、インドネシアのジョブジャカルタとかソロとかそういう場所行くとやっぱすげえなと思うのは彼らにとってめちゃくちゃ誇りなんですね。あの、自分たちのジャワの踊りだったり。 ジャワのの音楽っていいうのはすごい誇りでその誇りを持ちながら持っているのでみんな要するにヨーロッパから来ようが何しようが全然面白くなきゃ見ないわけですよ出てっちゃうわけですでそういうふうなそういう意味でねやっぱりねあの自分たちがいる場所 っていうのはもうみんなそこで何が起きててどんなことが可能かってことは一生懸命考えないと駄だなと思いますよね、うん、結局僕自身もいろんな国の連中と一緒にやるでしょ、うんはい、一緒にやって出演者が例えばこの間だったらみんなスペイン人なんですね。うんはい、スペイン人なんだけどそれこそ批評でもいくつか出ていて面白いのは、まあ、東洋的っていう言葉が出てくるんですよ時々。 別にそんんななの信用もしてないんですけどでもあのやっぱり何か別の,なあの雰囲気は出てきてんだろうなと思う、うん、つまりそれはやっぱりじ時間の感覚だと思うんですよね、うん、時間と空間の、うん、空間の流れ方みたいな、うん、そ,のそれが一番大きいんだろうなとは思いますけどね、はい、いいですかもう一回、はい、昔本当に僕は日立出身だって言いましたけどね、うん、さっき日立っていうところが本当に嫌いで。はい もう早くく逃げ出して逃げ出したくてしょうがなかったんでもうとにかく別の異質なものをやりたいと思ってた、うん、作品も。うん、ところが312ぐらいの時から、うん、自分が作ってるのに旗と気がついたんですね「うん、あれ色彩から何から全部、うん、あの時の色彩じゃねえかよ」とか、うん、時間の流れ方も全くやっぱり自分の故郷。 故郷のあそこで流れていた時間だなと思ってね逃げたい逃げたいと思ってたんだけど実はやっぱりそこが根っこなんだっていうのはすごい強く気が付いたってありますよね。逃げられない逃げられないまあ逃げる必要ないっていうのは後で気が付くんですけどそれまではもう逃げたくて「あ違うやこんな嫌だこんなとこ」って思ってたって。 好啦，到我答啦。嗯，我要好小心咁答呢条问题。誒、呃，係難答嘅，係難 present 出嚟嘅，好容易誤解嘅。我懷住謙卑嘅心去講啦。三通。誒、呃，第一個通咧，誒、呃，小池老師講過就係話。 佢誒佢唔中意睇嗰啲舞蹈啊戲劇，覺得好悶嘅，所以佢揾佢嘅 way 去去做佢嘅戲劇或者係佢嘅 performance。咁我自己都係嘅誒，所以點解我哋絲劇場四唔使咁多年嚟都係喺一個誒俾人感覺上係嗯。 唔係太主流嘅一個地方嗰度，比較另類嘅嘅位置嗰度。咁呢個同我覺得我都覺得悶，因為佢嗰個畫過好悶啊嘛，boring。呢個係我都覺得悶嘅，所以點呢就係點解誒我會搞戲嘅原因。咁我估呢樣嘢係係好好好相似嘅。 另外一樣嘢咧，就係、是、誒、呃，其實呢個係緣分嚟嘅。我唔知我係咪個通，呢、这個係緣分嚟嘅。因為誒、呃，我點解小池老師誒、呃、會佢會吸引我咧？係因為我發現到佢有個作品叫做《新三姊妹》啊，而我有個作品叫《香港三姊妹》啊。咁我唔係比較啊，我唔係真係比較，而係誒我我。我 有感覺到係啊，大家可以做一做一啲相似但系唔相似嘅嘢，唔知點講，係相似又唔相似嘅嘢。另外，我今次我好感動噶，我感動嘅一樣嘢就係、是、誒，佢好中意百年孤寂。我係好中意百年孤寂噶。我中意百年孤寂。頭先我都同佢講過、就是呃，就係誒之前即系我哋問問題時候，即、就、系、是、私底下都講過、就是，就係因為我諗起我婆婆啊。 即係同我個家族嘅關係，咁、嗯、我唔知係咪有一啲相似嘅，但係唔緊要。但係我會覺得係誒呢樣嘢好有緣分地係咁樣樣咯。另外仲有一個就係《馬 a 拉茶》，我中學嘅時候係幾迷呢個古仔嘅，咁變咗我好誒好尊敬佢，係因為佢咁難嘅古仔咧，佢都可以用十年嘅時間去。 呈現出嚟咁，我覺得我都想試下，我都想試下，因為誒頭先我問一個問題俾人類嘅歷史咧，咁我覺得因為我自己本身讀歷史啊，咁我覺得誒喺啲歷史嘅事件當中咧，佢有好多人性嘅嘢咧，我覺得係好有趣，同埋就係話，佢之前喺 workshop 都講過，Marbota 係你喺世界上面所有嘅嘢都可以喺 m a r b a t a 度揾到，咁我覺得對一個 創作人或者係中意講古仔嘅人，即、就、係、是、我中意講古仔啊，都所以我做導演啦，係好想試下嘅。咁所以誒、呃，我覺得同小池老師係有啲嘢係，我覺得係好傾得埋嘅，應該喺美學上面，我覺得都都係會傾得埋咁咯。所以我覺得通嘅地方係係喺呢度，嗯。 ね、あまずいいですか1個目の今の一つのこれについて話してもまず演劇舞踊という中で新たなやっぱり息吹みたいなもの何か新しいものをどうやって作っていくかっていうエネルギーみたいなのが僕は全く感じられなかった。 子供の時だからもういやこんなクソみたいなことやるやつが世の中にいるんだなと思ってね<ー>すんごい嫌い嫌だった、うん、でもそれこそえっ、ー、となんだ東京出てきてまあ自分がまず最初に始めちゃったんですけど、うん、始めるまた後なんですけどそれこそなんだ寺山さんもそうだし。うん ら十郎」だの、まあ黒「黒テント」だの、まあ、僕は太田省吾っていう太田省吾さんっていう典型劇場ってやってた彼の作品がすごい好きだったんですけどそういうものを見てああやっぱり世の中いろいろあるなと思ったとでもそういう流れが80年代になるとやっぱり消えてきたんですよねその寂ししさはありましたよね。 はいえー、とまずその「百年の孤独云々っていうよりなぜラテンアメリカ圏に特に興味があるかっていうとやっぱり境界線感じないんですよねあんまりあそこ行かれたことあるかどうか分かりませんが特にメキシコにメキシコが特にそうなんですよメキシコに行くとこの世とあの世の境目が消えていくみたいな感覚があるんです。本当不思議ですよ こう例えばサボテンのがザーッてそれこそ3メー,ター4メー,ターぐらいの高さのサボテンの林みたいなのがあってその中をあの抹茶色の道がザーッと続いてるわけですよ土の。で真っ青なんですね空が。そういう中歩いていくとここは一体どこなんだろうって気になる。でそういう経験っていうのが実はメキシコ行くと結構そこかしこで起きてる僕自身は。 うん、だからそういうふうにまさしく「100年の孤独」の話というのは実はラテンアメリカ圏では普通なのかなと思う、うん、つまりそのような感覚を持ち得るような、まあ、場所でもあるのかなとは思いますよね。ハミドルルイスクール <laughs> そうですね今話聞いてるとすごく近しいもありますよね。うん、はい 跳一跳，跳到一個家庭觀眾好想問嘅題，好 <laughs> 想問嘅題，好啦，系<的>，surrealism，誒、呃，我估下家庭觀眾嘅問題咧就係、是、surrealism <的>系一種好反叛嘅嘅藝術嚟嘅，咁究竟誒點樣樣可以用呢個 surreal 呢一樣嘢去去去對抗咧同 reality？ どうしたら現実主義と対抗できるか超現現家庭の超現実主義物事って物の見方によって全然変わるっていのこの間も話したんですけど例えばこのコップっていうのがこれ僕らコップと認識するでしょ認識してるけど例えばこういうふうに今中身入ってるんだ こううっってくれば円になっちゃうわけですよただの円になるでところがこうなってるとやっぱこれはコップだとあくまでも現実的にはコップになるわけただこう思ってくるとただのサークルになってくるとでサークルというのがじゃこれはリアルなのかっていってリアルなのかアンリアルなのかっていうのは分かんなくなってくるでしょまあこれ自体はリアルなんだろうけども見方っていうのは言葉の使い方もそうだし あるいはこういったものの見方もそうだし扉が開いてる開いてないによってその空間っていうのは全然違って見えてくるわけでしょそうするとねそんな難しく考える人僕はもう全くないと思っていて、えー、常に背中合わせに現実と非現実あるいはその中間だからメキシコ面白いって言ってるんですけどつまりその境界線がないわけですよずっといつの間にか。 いつの間にか死でのメリダって町があってこれチチェン・イザーっていうチチェン・イツァーというあの、うん、チチェンイー・イツァーっていうんですが遺跡があるんですねピラミッドのある。でそのメリダって町であの夜夜じゃない昔ずっとワークショップやっていたんですけどその時は。 えー、昼間ね暑くてエアコン何もないんですボーっとしてんですよ、うんえー、ちょっと暗い中で部屋の中でね、うん、で夕方になると外に出てくるんですよ街中に、うん、そうするとみんな酒飲みながら音楽を鳴らしてみんなで踊ってるんです、うん、で半分メキシコ人だからニタニタ,ニタニタニタしたような顔でこうやって踊ってるわけ、うん、そうするとすっごい不思議な気分になってくる、うん、でそれも明かりとしてはポップ ポッとあのオレンジ色の明かりがついてるぐらい、そういう中にいると、果たしてこれは本当に今現実に僕はいるのか、そうじゃない場所にいるのか、これは死後の世界なのかもしれないとかね、そんなことを感じるようになってくるんですね。だからまあ体感的にもう僕自身がよく分かんないですよ。その一体何がシュールで何がリアルなのか。 それもまさしく背中,背中合わせにあるんではないかなって感じがするんですよね。え力をまず力持つためにはあの頭が柔らかくならないと力持てないんですよ、なかなか。だからすごく大事なのは子どもたちなんです。子供たちってね 子どもらっていうのはその辺の境界線ない,ないので、えー、全然楽にそこは行き来できるなのでい,いかにその子ども教育するかっていうことにかかってくるかなと思いますけどね。うん、そ,それこそ「マハーバーラタ」なんて6時間半の作品なんですけど、うん、子どもらがこうやって見てんですよ、えっと、5歳ぐらいの子がずっと。うん 6時間半ですよ。だからやっぱりそういうの見ちゃうとあ子供可能性があるんと思いますよね。はい、家庭观众の最後の問題。これは、この問題は3つで啲嘢れは小池老師の問題です。例えば、私は一番短単な話を聞くと、結局、何が起きているの 啊！冇、哎、先立刻 <laughs> <laughs> 零秒即刻講，即<是>刻講。誒、欸，都係真係一個可以創造無限可能嘅地方嚟嘅，係。劇場係一個真正自由嘅一種創作嘅形式咯，係。 そもそも劇場の話じゃないんですけどそ、mm. もそもその舞台って何かっていう話パオミガースって何かっていうところから入っていきたいんですけどそ、mm. もそも多分死者を弔うっていうか死者への痛み痛みの心から何が生まれたかというと多分。 こうなんかリズムを取ったんだと思うんですねこんなにしてそれで声を出して「うん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 」とかって言いながら声を出していくと同時に踊り出してったでそれが痛みの心だったわけですよそれは何もあの今の現代現世人類だけではなくてもうすでになんだあすでにあの現世人類の前の段階から もうすでに行われていた、うん、つまり人間って何かっていうと向こう側の世界とつなごうとしてきた、うん、でそれが実は踊りだったりあるいは歌だったりあるいはそういった音を出すっていう行為だったわけです。うん、つまりその劇場ってその集約点みたいなところがあって、うん、つまり別の、うん、異質な世界とどう 私たちがつながっていくかその一つの、まあ、大きな場所なんだろうなでだから劇場場でででああるる必要もないいんですね、うんえー、そういう場場である限りにおいては、うん、だからこれはそれこそ、えー、さっき言ったインドネシアなんかだと本当に村祭りみたいにしてうわーっといまだに行われていることもあるしね、うん、だからまあそういった一つの、えー、世界を違った

如果你の用一段好簡単な詩話好簡単な詩話はいいかいや、<laughs> 簡単な詩話はで、英語用に自己同埋著本。もうはい。いや、なので、あのまあ、皆さんに配布しているパンフレットがあるんですけど、それでオデッセイって言葉を入れてるんですね。オデッセイって長い冒険の旅なんですよ。で、その多分、間違いなく僕がやってきたことっていうのが、 42年間にわたっての冒険の旅だなって本当に思います。うごありがとうごいます。あます。ありがとうございます。ありがとう多ざ多謝小池老師多謝ごいます。ありがとうござ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 います。ありがいます。